ル18どうだったみんな。ちっちゃくてクソ可愛いから持って帰ってやろうかなって。大丈夫。ママに入れようかと思ったもん。肩に乗せて帰ろうかと思ったよ。パパに詰めて持って帰ろうかな。でもいっちゃん最初18を迎えに行ったのが私なんよ。長い廊下からピョコ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 ってちっちゃいのが。分かる分かる。効果音するよな。タラちゃんとかが走る時にさ、ちょろ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 って。あの音してたずっと。みんなねやっぱ背が高いから、まあ、みんなではないんだけど。まあみんなではない。俺とユキだけで。ほらキャメさん言われてるよ。ほらリーチかよ。キャメさん言われてるよ。キャメさん言われてる。残り男子2人は普通にホビットなんで。やっぱ先生と1日がね迫力あったんだ。迫力。一人下駄履いてるし。下駄で持ってっから俺。幕張メッセずっとカランカラン。お前の下駄の話なんてどうでもいいんだ。18の話聞かせろ。振られたから答えただけだろ。そうだぞ。今のは握り何の罪もなかったけどね。